はい、どうもいらっしゃいませ、ポンちゃんです。以前ね、なんか唐揚げやってほしい、鶏からやってほしいというちょっと依頼があったので、本日はやっていきたいと思いますね。最初にやるべきことは筋の処理になってきます。こんな感じにね、長い筋とか結構入ってたりするんで、こういうものを周りこそぐようにして抜いていくみたいな、そういう処理もやったりするんですけれど、正直鶏からやるときそれやりすぎると、肉の量が減りすぎるっていう感じになるんですね。やっぱりこうぶどまりが悪くなるっていう感じになりすぎるんで、軟骨とかまずないかなっていうのをできれば探してください。よくあるところとしてはこの膝があるところですね。膝のところに軟骨とか残りやすかったりするので、とりあえず軟骨がないのかなっていうのをまず確認してあげてください。その時にね、ちょっと太すぎる筋とかがもしあった場合は取ってあげた方が食べやすかったりはします。足がね、まあこういう感じに骨が本来的にはこう一本二本みたいな形、関節みたいな形で入ってるんですけれど、足の先側の方ですね、の方が筋が多いので、こちら側よりメインでしっかり刃元で筋切りしていきます。で、上のところの分は軽く粗く叩く程度で十分です。この元のこっち側、元というかこの足先側の方ですね、こっち側の方が太い筋が多かったり硬かったりすることが多いので、こちら側をより丹念に叩いてあげるイメージでやっておいてあげてください。こうビロンと出た皮なんかは邪魔になる場合は切り落としてあげてください。で、大体こう1枚あったら大体縦長の方向で3等分ぐらいしてあげてください。まあ、当然盤のちっちゃいバージョンでしたら半分とかでもいいんですけれど、まあまあ大体3等分ぐらいしておくのがやりやすいかなと個人的には思います。で、まあ食べて食べやすいぐらいに一口サイズぐらいですね、イメージで。タレの割合に関しましては、酒とみりんと醤油が3同割の形で今回は作っていきます。まあ、割合お好み皆さんあったりすると思うんでね、この辺はまあまあ自分のお好みに合わせた感じでやってあげてください。うちで使ってる濃い口醤油に関しましては、まあまあ前から話してる通り、ちょっと甘口めの味付けのものになってきておりますので、もしうちと同じような味にしたい場合は、ちょっとみりんの量を多くしていただく方が、まあまあ似たような味になるかなというイメージでございます。今回ね、まあ、ちょっと後で保存のことを考えて、2袋に分ける形でやりますので、生姜のおろしですね。加える量に関しましても、こちらはお好みといったところでございます。で、今回はこのひねのタイプの生姜使ってるんですけれど、もし新生姜を使う場合でしたら、皮きれいに洗ってあげて、皮ごとおろしてあげてください。で、おろすとき、そうそう、こういうの忘れてました。このおろしの目で粗い方と細かい方の目があるんですけれど、生姜をおろすときはこっちの細かい方の目の方でおろしてあげてください。ここで一回しっかりめに空気はなるべく抜いてあげてください。完全にピッチリピッチリ抜き切らなくてもまあ別に大丈夫ではあるんですけど、なるべく抜いてあげた方がいいです。でピッチリ閉じましたら軽く揉んであげましょう。この状態になったら冷蔵庫で最低20分置いてあげてください。漬け地の量自体がそこまで極端に多いっていうほどではないので、だいたいまあ一晩ぐらいですか、一晩か二晩ぐらい漬けていただいてもそんなに肉がめっちゃ硬くなるっていうことはないです。というわけで、こちらは前日からまあ作ってたものなんですけれど、こっちの方で差し替えてここからやっていきたいと思います。こっちの卵白ですね。これに関しましては特に溶いたりとかは今回しておりません。理由としましては、溶いてる方がね、切りにくいんですよね、卵白。卵白は薄くついてくれてたらいいだけなんで、あんまりこう、特にやったら溶き切るぐらいにやってあったらいいんですけれど、めんどくさい方はあんまり溶かない、むしろ一回も溶いてないやつの分つけていただいた方が塊なんで勝手にトゥルンと落ちてくれるんですね。だから表面に薄くついただけみたいな状態にしやすいんで、正直そっちの方が仕事としては早いと思います。もし漬け時間どうしてもこう時間短縮でしないといけない場合とかでしたら、20分こう漬けれない時とかですね、そういう時の場合でしたら、こっちの漬け地のタレをちょっとだけこの中に加えてあげてください。片栗粉自体の方にその味をつけてあげるとね、結構味がしっかり感じるような状態作れますんで、そういうやり方していただいても OK です。感じですね。
僕得意なやり方なんですけど、最初入れる時の油温はちょっと低めにしてます。通常言われる温度帯よりかより低めにの状態から入れていきます。最初入れたてはちょっと温度低めで、入れてからこう徐々に徐々に温度を上げていって、今ぐらいの状態になったら、でこっから4分間ですね、やっていきます。最初2分間この状態で上げていったら、一回ひっくり返してもう2分間というのは、両面やっぱり火通り均一にするためにそんな感じの揚げ方にしていきます。油がねこうなみなみと入ってるんでしたら、それはそれでひっくり返さなくてもいいかなって思うかもしれないんですが、やっぱりどうしてもね表面って空気に触れてて、下は火に炙られててっていうと、上と下やったら温度差が絶対生まれてしまうんで、僕は絶対1回はひっくり返すようなやり方にしていきます。間近で見たらこんな感じの状態ですね。というわけで、およそ2分経ったのでひっくり返していきましょう。最初の2分ぐらいは触らない理由としまして、もう1個はこの衣ですね。衣自体の方がある程度固まるまでは触らない方がいいです。そうなんですかね、固まる前に触ってしまいますと衣が剥げてしまう原因になったりするんで、そこら辺をご注意ください。4分間経ちましたので取り出していきます。取り出すときはね、あの、かき揚げのときとかでも言ってたんですけれど、こんな感じで数秒ちょっと我慢していただいた方が、まあ、油切れは良くなるっていうのがあるんですけれど、今回2度揚げするやり方でやっていきますので、そういうことはあまり気にせずに、一気に取り出す感じで全然大丈夫でございます。取り出し終わりましたら、今度1分間ほど放置しておきます。理由としましては、まあ、油の温度をこの間に上げていくっていうのもあるんですけれど、余熱でここの中にぐーっと火を入れていって、柔らかい火加減でこう中まで熱を通していってるといった状態でございます。油の中だけで全部が全部の加熱を仕切ってしまいますと、どうしても肉に火が入りすぎてしまって、タンパク質がぐっと凝固してしまって、せっかくの柔らかいお肉が硬くなってしまう原因になってしまうんで、僕はこういうやり方にしてます。二度揚げしていきたいと思います。で、二度揚げするときのコツなんですけれど、入れっぱなしで放置はしません。ちょっと軽くこう持ち上げたりとかしてあげてください。理由としては油の中の温度が高いです。で、空気に触れると温度が下がります。この温度差を利用してあげることによって、衣がよりカリッとしやすい状態になってくれます。入れる時間としてはもう3時間で大丈夫です。あんまり入れすぎると醤油の成分とかどうしても焦げやすくなってしまうので、これぐらいで取り出していきましょう。以上で、僕流の唐揚げの完成でございます。まあ、かじった断面で見せるのはね、見栄え的に良くないと思うんで、切った断面でいきたいと思います。こんな感じで火は完全に通り切っております。でもね、すごくジューシーなんでね、ここの切り口のとこ見てわかりますか？水分がね、すごく多いんですよね。こんな感じでジューシーな唐揚げに仕上げることができます。こんな感じですごくジューシーな状態で唐揚げ仕上がっております。OK、こちらいただきたいと思います。ああ、もう完璧ですね。火通りの時間はだいたい一口サイズの、今回ぐらいのサイズでしたね。だいたい4分ぐらいがね、やっぱり目安の揚げ加減としてちょうどいいかなというね、結構中にぐーっと入れていくというやり方やっていただきましたら、ご家庭でも本当にジューシーにね、美味しいやつが食べていただけると思いますので、味の方に関しましては酒、醤油、みりん、1対1の割合で入っておりますね。これ、今回のやつに関しましては一晩寝かしたものでございますが、ちゃんとその火通りの加減とかと、漬け地につけるその漬け地の液の量自体はある程度調節した状態で作っておりますので、肉がそんなに硬くなるみたいな形のことは本当に特になくて、適度に醤油とかの味が入っております。なんでどっちかというとね、ちょっと本当甘いかなぐらいよりの唐揚げの味加減かなっていう印象でございます。本日の動画は以上でございます。また今後もいろいろ美味しい料理紹介していきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録にご評価よろしくお願いいたします。それではまた動画で、バイバイ。